峯岸さんと平田さんですか。峯岸レイヤー選手です。平田選手、峯岸選手 VS 平田直樹選手ですね。いいですね。さあこれはあれですか、やっぱりこれぐらいの時間間隔だと体力的に、まあ、どちらもこうフルでやったじゃないですか。まあ、先ほどの試合でいうと須藤選手は1本取って、他は全部こう判定という意味で全然違うんでしょうし、それこそ僕あんまりトーナメントの経験がないので、はい、今内さんドリームのトーナメントとかどういう感じですか。試合の間とか2試合のペース配分とかどういう感じですか。いや全然覚えてないそうですか。僕はうちの大沢師匠が決められたりそうですね。そうですね。それを聞いてもやはり今なんか覚えて思い出せない。思い出せない。思い出せないですね。もう間がどうだったかがあまり分かんないですね。怒られますよ。まあ、このペーパービューを見てないことを祈りますね。はい、そこは。はい、入場してまいりました。はい、バラエストラ恋は峯岸レイヤーでございます。赤コーナーより平田直樹選手の入場です。でもその消耗の率という話で聞けるのであれば、はい、その佐賀井さんに対してアクティブなパスアタックを仕掛け続けた峯岸さんの方がその抑え込み続けた平田さんよりも消耗しているという考えが、多分あれだけアタックをね、結構力とスピードを使うアタックを繰り返したので、はい、ちょっと消耗はしてるかもしれないですね、峯岸選手の方が。さっきの話だと、まあ、試合の感覚があるから本人は疲れてる気がないかったとしても、はい、やっぱり筋肉とかは、そうですね、うん、疲労が出てしまうので、はい、いつもの調子でパス仕掛けたら意外といけなかったみたいなことが出ちゃうかもしれないですね。確かに。さあ序盤どっちがトップでどっちがボトム、どういう展開になるんでしょうか。はい、画面左が峯岸、右が平田でございます。あ、でも立ち技勝負するのかな、峯岸選手が。飛び十字とか狙いですかね、見たいですね。組み方はそうだな、組み方は飛べる組み方ですね。がっつり上を取るレスリングではないかもしれないですね、これは。峯岸選手、飛びつきクローズ。そうですね、峯岸さんのボトムの怖さってクローズで現れると思うんで、はい、その両足を胴に巻いた状態ですね。そこからの腕十字とかがすごくキレがあるので、初っ端でレスリングに来る平田さんをそれで捕まえたかったというのは一つの戦略かもしれないですね。ただそれはさせなかった平田さんが2スライスパスでハーフの展開になってます。やっぱ一瞬で1分過ぎましたね。もう1分か。さあこの形は今のあれですか、平田選手はこう足を抜いてパスをしたい、はい、っていうことなんですよね、はい、うん、これもさっきのその柳井選手の時にも言ったんですけど、はい、そのまあ、上の手で、上の足を追い出したら、はい、通り道ができるかなっていう。その上でこの膝の頭を峯岸選手の下の足のももの上を切るようにして移動させて、はい、でサイドにつきたいっていうのが今平田さんが考えていることでしょうね、はい、あれを超えなければいけませんね、そう、あの膝を。そう、下の膝。選手はこう右手で脇をすくいながらパスしたいんですよね。であと頭をどこにつくかっていうのを。でも平田選手の頭の使い方としてはやっぱりその、はい、胸の前、顎の下を押さえて峯岸選手の内回りの回転を止めるというのが、まあ、セオリーになってくると思います。はい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 、それこそここから内回りというさっき柳井選手が見せてくれたような動きですね。お、立ちますね。立ちましたね。やはりクローズに入れたいというところなんでしょうか、それともトップを取りに行くという意思なんでしょうか。うん、そうですね、峯岸選手がどういう仕掛けをスタンドでしたいのかっていうのは。そうですね、平田さんとしてはもうやることは決まってますからね、はい、やっぱり飛びたいんですね、うん、これ飛びたいですね、うん、飛んでクローズに入れたいですね。ただ平田選手めちゃくちゃ柔道
うまいんで、はい、この辺の飛ばせない組手の作り方とかは並大抵じゃないと思いますよ。おっと、おっと、入れ た, 入った、素晴らしい、素晴らしいキレの飛びつきクローズですね。なかなかあのスピードで飛びクローズやる人ないですよ。今の話でね、本当ユラト選手は分かってたはずなのに、うん、がっつり入れましたね、うん。こうなってくると平田選手はまたこの足を割らなければならないけれど、峯岸さん、このクローズドガードに入れた相手を崩していくのすごく上手なんで、ここから代名詞の腕十字が出るかというところですね。ただ今回ケージなんで頭を、ね、ここで頭を平田選手は、あの相手の頭を金網に寄せることで動きを封じる、はい、ここはちょっと MMA ファイターならではの作り方かもしれないですね。そうですね、じり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 寄っていってますね。峯岸選手はここからの練習ってあんまりしたことないと思うんですよね。そうですね、でも形勢で体が上がってしまうっていうか、うんうん、でもあんまり峯岸選手動き気にしてないですね、そこの。そうですね、頭ずらそうとかとはしてないですね。嫌がってる感じはないですよね、うん、まあ作れるかみたいな顔してます、はい、いやでもこうやって押し付けられて平田さんの首の圧をケージに押し付けられてくると次第に嫌さが出てくるんですよね。そろそろあれってなってるかもしれないですね、うん、なんで飛ぶ、これは何のストップ、あ、話かな、なんだろう、これは何ですか。今時計は、あ、え、どういうこと、はい、どういうこと、ですね、膠着、あ、そういうことか、膠着、あのルールブック私読んでるんですけど、膠着があると今のが膠着と取られたそういうですね。今あのパドマの形でキープしようと、あ、それを解除した。とそのルールの説明させていただくと、はい、レフリーの判断であの試合が膠着とみなされた場合、はい、膠着を誘発していると思われる方が、そうですね、あのポジションを取らせてからスタートっていう、そうあの記述がありまして、で、はい、今はレフリーの判断は平田選手が膠着を上から押さえてる。確かに今のだとそのパスをするとかではなく峯岸選手を壁に押し付けてあの動けなくしているっていう見慣れされてしまったんでしょうね、はい、その MMA の見方をするとあれはドミネートで正解なんですけど、そう取られてしまったんでしょうね。つまりでも、はい、峯岸選手的にはあそこが良かったですよね、多分クローズに入れたまんまの形の方が、うん、ね、ただ今の、展開のレフリー陣の見方が見えましたね。この展開だと峯岸さんが攻めているっていう見方っていう現状が今僕たちにも見えたので、はい、このまま平田さんがどう作っていくか。ただ峯岸さんも多分その判定で終われればいいと思うような多分性格ではなさそうな感じはするので、ここから多分2人とも今判定でになったらどっちが有利とかって分からない展開ですよね。精神的には平田さんの方が嫌さは感じてるでしょうね、うん、あ、注意された、俺不利なのかなっていうのは多分あるでしょうね、うん、さあもう一回飛びクローズ、この形が、うん、そうですね、でここで押し付けたら注意を食らってしまうから難しいところですよね。そうですね、さっきので注意を食らうってことは、うんうん、それでもやっぱりこの展開を作りに行けますね、うんうん、今簡単にルールブックを読みますとですね、2度の警告の後30秒以上の膠着があった場合、もう一方の選手が優勢なポジションで選択できると、うん、そうです、そうです、バックサイドコントロールマウント、あ、だから僕たちには聞こえてなかったけど、そのレフリーからお二人にはアクションが2回は入ったってことです、そういうことだと思いますね、うん、さあ残り時間がもうあれですね、45秒、確かに見方難しいですけどクローズの膠着って、はい、峯岸選手がアタックをかけているのに対して平田選手がその足を解除するとかではなく、はい、あの押し付けていたっていうのが峯岸さんの方が攻めてたんで取られたんでしょうね、はいはいはい、うん、これでじゃあ判定になるとな気はしますけ ど最後のパスアタックもいいですね、うん、この辺は平田さんの時間、最後も平田さんの時間、最後は平田選手の時間でしたね、判定をお願いします。判定これでファイナリスト1人が決まったわけですね。メインイベントでございます。
決勝戦進出が決定いたしました。いやだから7分だとあれですね、7分の中でその辺のその警告注意、はい、こういったものの中で、あ、はい、リプレイ映像が今流れているのか、随分流れが変わりそうな、そうですね、そうですね。ただただじゃあ10分にしてほしいかと言われると10分のトーナメントも厳しいから、なるほど、そうですよね。ただそういった7分という制約の中で、いやー、確かにゲームメイクをする上では10あった方が確実にやりやすくはあるけど、はい、それはワンマッチの話です。